外トーリーワシカは、裸岩種目に所属する魚類の分類群の一つ。外トーリワシサンゴイワシなど、中層有泳性の深海魚を中心に三属6種が、記載される。外トーリーワシカの魚類はすべて海水魚で、太平洋、インド洋、大西洋など、世界中の海に幅広く分布する。深海の中層で生活する。 UA 性深海魚のグループである一方で、主に大陸斜面の上部に分布するなど、海底にも関連した生活様式を持つと見られている。本家は裸岩シめを構成する二つの都がの一つで、あるが、近縁の裸岩シカとは異なり、日周延直移動は行わず、その生態についてはよくわかっていない。所属する六種のうち外織岩し、三五岩ク黒五岩シの三種は、 三対応すべてに分布するハンアリ種である。全二種は主に中深層に、黒子ワシは水深1000メートル以深の全身層に生息する。七子ワシと黒子ワシ族の一種はインド太平洋から知られ、サリバマーリニデンズはフィリピン近海から報告されているのみの非常に稀な種である。外織ワシ科の仲間は左右に平たく側平たしたワシに似た体型を持つ。 近縁の裸イワシ科の多くは1 0トル未満の小型種である一方で、本科は体長2 0トル程度にまで成長し、最大種のサンゴイワシは3 0トルに達する。外織ワシ族の身腹部に発光器を持ち、黒子イワシ族は浮袋をかく。鱗はサリバマーズ奥のミクシウロコで、他の二族はエンウロコ。背びれ、尻びれに、 トゲ状を持たず、それぞれ11から13本、11から14本の難状で構成される種類が多い。尻びれの前端は、背びれの後端から離れた位置に起死し、両者が近接する、裸岩鹿との明瞭な鑑別点となっている。主上顎骨に骨製の突起を持ち、細長い上主上顎骨が存在する。眼下骨の棚状構造を描く。椎骨は十九から十五個。 外折岩鹿には、ネルソンの体系において三属六種が認められている。サンゴイワシニアースカピーラスマイケロ種は、水深300から500メートルに生息し、腹部に1から4列の発光器を持つ。ありがとうございます。